高橋コレキオで特筆すべきは、やはり金融恐慌を乗り切った手腕であろう。1927年、金融不安が一気に表面化、全国で取り付け騒ぎが発生、日本国内が異常な雰囲気になった。そこで田中首相は、この事態を収拾できるのは高橋容しかいないと高橋に協力を仰ぐと、分かった懇願の始末だけはつけよう、ただし3、40日間だけだよ。この時高橋74歳、国家の危機に安穏としてはいられないと高橋は工夫を凝らした前代未聞の奇策を行う。銀行業務開始時間にわざと新紙幣を高く積み上げてお客に見せろと指示。さらにそのお札は裏面は真っ白の200円札。銀行に金がないわけではない、金は十分に揃っていると演出したのだ。こうした発想は高級官僚や銀行幹部にはない。庶民の心理状態を肌で知っている高橋ならではのことだった。不安に駆られ、銀行に駆け込んだ預金者が見たのは新札の山。各地金融恐慌は30日で収まり、高橋はお約束の通り42日目ですが辞めさせてもらいますと本当に辞めてしまったのだから、文字通り日本の救世主であった。